日本福音ルーテル板橋教会の牧師の後藤直樹です。今日は7月30日、聖日。テーマは、逃れの町はイエス・キリストの影というテーマです。今日の聖書の箇所は、民数記35章22節から34節までです。民数記35章22節から34節。もし敵意もなく人をつき、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、または気がつかないで人を死なせるほどの石を人の上に落とし、それによって死なせた場合、しかもその人が自分の敵でもなく傷つけようとしたのでもなければ、回収は打ち殺した者とその血の復讐をする者との間を、これらの掟に基づいて裁かなければならない。回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。もしその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出て行き、血の復讐をする者がその逃れの町の教会の外で彼を見つけて、その殺人者を殺しても、彼には血を流した罪はない。その者は大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができる。これらのことはあなた方が住み着くすべてのところで世々にわたりあなた方の裁きの掟となる。もし誰かが人を殺したなら、証人の証言によってその殺人者を殺さなければならない。しかしただ一人の証人の証言だけでは死刑にするには十分でない。あなた方は死刑にあたる悪を行った殺人者の命のために贖い金を受け取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。逃れの町に逃げ込んだ者のために贖い金を受け取り、祭司が死ぬ前に国に帰らせて住まわせてはならない。あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血についてその土地をあがなうには、その土地に血を流させた者の血による以外はない。あなた方は自分たちの住む土地、すなわち私自身がそのうちに宿る土地を汚してはならない。主である私がイスラエル人の真ん中に宿るからである。今日の聖書の箇所は、前回に引き続き逃れの町についての記述です。昔のこのエジプトを果たしたイスラエルの人々がカナンの地にこう住み始めて、人々と仲良く生活をするという、その時の決まり事が書かれているわけなんですけど、こんな昔にももうこういうことが語られて話し合われていたんだなと、ちょっと驚かされることが書かれているといいましょうか。人権意識と言ったらいいのかもしれません。神様は全ての人にそれぞれ権利といいましょうか、平和に安心して生きる権利を持っている、そのことを示そうとしているんじゃないかな、そんなふうに思わされるところ、この逃れの町という制度はそういうものであります。とかく私たちは犯罪者に対しては厳罰にという、そういう気持ちが今強いわけなんですよね。いろいろな法律が厳罰化されていく、
何か犯罪を犯した人は今までよりももっと重い刑罰をという、そういう風潮が最近の流れでありますけれども、そんな現代の流れを神様ちょっと待てよと言ってくれているような箇所じゃないかなと思うんですね。殺人者をってところなんですよ。今日、民数記35章25節ちょっと見てください。回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない、まあ、殺人者が間違って人の命を殺めてしまった人のことでありますけれども、まあ、その人が、その殺された人の家族やそういう人たちからのこの憎しみのその復讐に合わないために、その殺人者の命が守られるようにと、復讐されないようにと、逃れの町に住むことが許されるのだという、まあ、そういうことですよね。ああ神様、そうやって間違って故意にじゃなくて人を殺した人は許してやりなさいと、まあ、そういうふうに神様言ってくれているというところなわけなんです。もちろんわざと悪意を持って人を殺した人は、その人は裁かれなければならない、それは当然ですよね。神様もそう言っているわけなんですけれども、私たち誰だって失敗をするじゃないか、間違って人に迷惑をかけてしまうことがあるじゃないか、そういうふうに神様優しく一人一人の人権を守ってくれている、まあ、そういうふうに言えるのではないかなと思うわけなんですね。そして30節にもこういう興味深い言葉があります。もし誰かが人を殺したなら、証人の証言によってその殺人者を殺さなければならない。殺した人は殺されるべき。しかしただ一人の証人の証言だけでは死刑にするには十分ではない、まあ、その人が本当に人を殺したかどうか、あるいはその人が悪意を持ってわざとその人の命を奪ったか、あるいは失敗して間違えて誤って人を殺してしまったか、それは一人の人の証言だけでは十分ではないよ。確かにそうですよね。人を犯罪者に仕立て上げようとする、そういう策略というのは誰しも持っていて、誰か証言して、この人は人を殺したんです、私は見ました、一人の人の証言だけではそれは信用することはできない。冷静にあなた方は人を裁くとき、その人が犯罪者かどうかっていうのをちゃんと一人以上の人、二人以上の人の証言によって見極めなさいと言っているわけなんですよね。現代と全く一緒なわけなんですよね。そうやって人が本当に犯罪を犯したかっていうのはよくよく検証をして見極めなさいと言っているというところ。もう一つ、とても大事なこと、31節見てください。あなた方は死刑にあたる悪を行った殺人者の命のために贖い金を受け取ってはならない。彼は必ず殺さなければならない。贖い金、これつまりお金ですよね。こういうことですよ。あの人罪を犯しちゃった、でもあの人僕いつも仲良くしてた人なんだよね、あの人罪を犯し、殺人者で殺してしまう、ちょっと待って、お金払うから彼許してやってくんないかな、もうできるだけのお金払うからね、多めに見てやってくれよ、そういうことをしちゃダメだよってちゃんと言ってる。昔もそういうお金で全てを解決しようなんていう悪い心を持った人っていたんですね。そういうのはダメだ、お金で全て解決するようなそんなことじゃダメ、正しい裁きをあなたはしなさいというふうに言っているというところなわけなんですね。いや、昔の大昔の人も今現代の人も
人間のその欲深さとか意地悪さとか汚い心とかって変わってないんですね。民数記の時代と今現代と法律のその大事なポイントというのは本当に変わっていないなというふうに思わされる箇所なんですね。そして最後まとめの部分で34節見てください。あなた方は自分たちの住む土地、すなわち私自身がそのうちに宿る土地を汚してはならない。まあ殺した人を、人を殺した人を殺すという、そういう安易な考えはしてはいけない。まあそうすると血が流されて土地が汚されるからというふうに言っている。で、最後、主である私がイスラエル人の真ん中に宿るからである。イスラエル人の真ん中に神様がいてくださるという言葉なんですね。いろいろあなたたちは、お互いの場所で、住む時には住民の同士でトラブルがあったりするかもしれない。お互いが近所の人同士嫌な思いをするようなこう喧嘩とかもあるかもしれない。でも私が真ん中に住んでいるからって言ってくださる神様の言葉ってすごく恵みに満ちた言葉じゃないかなと思わされます。私たちは住民トラブルとか近隣の人たちとうまくやっていくためにどんなふうに知恵を出し合ってやっていったらいいんですかね。民数記にあるこの逃れの町のお話は、人々がそれぞれ人権を持ってお互いに仲良く平和に暮らすための知恵が語られている、その表れだと言えると思います。そして今日の御言葉の一番最後、主である私がイスラエル人の真ん中に宿るからである。人々の生活の中に神様が住んでおられる、いつも一緒だよと最後語られて今日の箇所が終わるわけですけれども、今現代に生きる私たちの生活の中にも神様が一緒に住まわれていることを覚えて互いに平和に暮らしていきたいと思います。もちろん私たち近隣の人々とのトラブル、あるいは争いごと、時にはそういう中に巻き込まれてしまいますよね。私たちきっと罪深くて、不完全で、完全な立派な人間じゃないからこそお互いそういう弱さがどこかで、現れてくると思うんですけれども、しかし私たちはイエス様による救いを信じているわけですから、今日ヨハネ黙示録の21章の御言葉を心に留めつつ今日の箇所を見て、終えていきたいと思います。ヨハネ黙示録21章の3節、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神様が私たちのうちに共に住んでくださる。もちろん今日のヨハネ黙示録はやがて救いが実現した時の情景でありますけれども、今救われた私たちが神様と共に住んでいるのだから、互いに仲良く平和に暮らしていこう、そのような気持ちを心に持って歩んでいこうではありませんか。お祈りを捧げます。天のお父様、逃れの町を備えてくださってありがとうございます。私たちも時には逃れの町に行きたくなる時もありますし、人に対して許せない、復讐したいという気持ちになってしまう時もあります。そんな罪深い不完全な私たちを許し、どうぞこれからも私たちと共に住んでください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。